ともしょぴです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、早速ありがたいことに質問をいただいております。面と面関係あるかわからないのですが質問があります。私は来年度専門学生になるのですが、未だに勉強に対してやる気が出ません。やらないととは思っても、思うだけで YouTube を見たり寝たり、いつになっても勉強に取り組みません。それに取り組んでも全く頭に入ってこず、勉強した時間だけが消えてしまいます。ショッピンさんはどうしてもやらないといけないことがあるとき、それに対してやる気が起きないときはどうしていますか？またショッピンさんが学生だった頃の勉強法とかあれば教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。勉強できないからどうしようかなっていう、こう罪悪感を感じる人って全くないです。僕もそうですし、周りの方もそうですし、全人類共通のあるあるだと思います。はい、家事をするにもそうだと思います。家事をしなきゃいけないのに全くやる気が起きないとか、そうなので、この勉強しなきゃいけないのにできないとか、仕事しなきゃいけないのにできないっていうのはもう当然だっていうのをまず認識として覚えててください。そう、僕もですね、ほんとこう仕事ができなかったりとか、勉強できない時、なんか仕事しようと思ってもこういう漫画を読んじゃったりとかする時っていうのは、なんかもうドラちゃんにね、なんかいい勉強道具出してっていう風に頼むんですけど、まあドラちゃんぬいぐるみなんで何にもしてくれません。とは言ってもですね、僕は高校の時にスーパーサイエンスハイスクールっていうものに指定されている高校、まあ国立の高校なんですけど、まあそこに合格したり、まああと起業してからもこうやって日々勉強をしているわけなので、まあいろいろやり方はあると思うんですけども、今回はですね、僕の体験をシェアするっていう形になるので、まあ、参考程度に聞いていただければなというふうに思います。あとはこの動画を見ているあなたのその勉強方法だったりとか、タスクのそのなんかそのやる気が出ない時のやる気の出し方っていうのをちょっと教え、コメント欄で教えていただければ、その質問いただいた大野さんの参考になると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっといつものように身だしなみを整えたいと思います。せーの。はい、準備できました。あんま変わってないですか？はい、行きましょう。はい、じゃあ早速1個目なんですけど、勉強だったり仕事をですね、集中してやりたいなら、やっぱりこういうミニマリズムな空間ってめちゃくちゃ大事です。家に入った瞬間に直行で椅子に向かえるじゃないですか。でもなんかいろんなものでごちゃごちゃしていると、やっぱそこの椅子に座るまでが大変なので、もう勉強だけちゃんとしたい、仕事をちゃんとしたいってなった場合は、もうミニマリズムな部屋って本当に効果あります。そう、なので僕はですね、断捨離すれば、断捨離さえしちゃえば、なんか、普通に仕事とか勉強できるよっていうふうに思います。はい、2、3個目はちょっとお散歩しながら喋りたいと思います。はい、四ツ谷に来ました。いや、ここら辺も超いいお散歩コースです。猫ちゃん、猫ちゃん、へい、こっち来いよ、一緒に遊ぼうよ。こう自分が今見上げてる感じなので、向こうからしたらなんか、うん、かかってこいよみたいな。あー、来る気配ないなこれは。いやー、ちょっと暑いですね。脱ぎましょう。で、ちょっと話が前後してしまうんですけど、僕はですね、何かをやりたい時っていうのは、なんか3パターンのアプローチ方法っていうのを考えます。で、さっき1つ目ですね、断捨離をしてみましょう。その空間をスッキリさせましょうっていうアプローチをしました。で、今から2個目を話すんですけど、この場合の2つ目は、恐怖っていう感情を使うんです。もうちょっとわかりやすく言うとですね、これをやらなかったら、こんな最悪な出来事が待ってるっていうのを書き出すんです。オートさんの場合は、勉強しなかったら、その成績が落ちて、そのうまく卒業できなかったりとか、単位取れなくなって、会社に就職できなくなって、ニートになって、親に迷惑をかけて、孤独で死んでいくみたいな、そういうですね、最悪なストーリーを考えて、それをパッて見た時に、絶対嫌だ、そう思えるようなシナリオを書いてほしいんですけど、恐怖をめちゃくちゃ煽ったら、あ、じゃあもうやんなきゃっていう風になりますよね。どうですか？人のモチベーションを考えるときに大きく2つ考えられるんですけど、例えばですね、あなたがこうロレックスをまあ売り込まれてるとして、このロレックスをすると周りから血を吐やされていい気持ちになりますよっていうのと、ロレックスをしないともう取引先から馬鹿にされて営業一本も取れませんよっていうのと、どっちの方が心が動きますか？大体ですね、この恐怖
しないと、これをしないと、こんな最悪が未来が待ってるよっていう、その恐怖を煽られると、人って動きやすいっていうふうに言われてます。しかも、それがポジティブなモチベーションよりも、ネガティブなモチベーションの方が、2倍の力があるっていうふうに言われてるんですよ。まあ、どういうふうに計測したかはわかりませんけども。僕はですね、中学2年生の終わりからですね、卒業する直前までいじめられていたので、勉強してその高校に受かって、そのなんかモテたいなとか、スクールデイズ、オレンジデイズをやりたいなっていうのではなくて、勉強しなかったら、この今いじめてる奴らに、なんかずっと負けっぱなしの人生になるぞっていう、その強烈な思いがあったんですよ。絶対そんなことやだ。もう絶対見返してやるぞみたいな、そういうふうに思っていたので、僕はですね、毎日12時間以上はもう当たり前に勉強しました。まあその時は僕断捨離知りませんよ。断捨離知らないんですけど、でもそれだけ恐怖のモチベーションで僕は勉強できたということです。そう、なので僕はですね、まあ不安だったりモヤモヤの断捨離はまあ必要かなというふうに思うんですけど、恐怖に関してはうまく使えば自分を鼓舞してくれるものになるんで、そう、なので僕はですね、このチャンネルでは恐怖の断捨離っていうのはあんまりしないつもりです。で、3つ目なんですけど、そのやらなきゃいけないってなった時に、そのハードルが高すぎる可能性があるんですね。その人間ってこうフロー状態っていうのがあるんですけど、チャレンジとスキル、チャレンジとスキルがちょうどいいバランス取れてる時に人はやる気が出るんです。なので、オートさんが今やらなきゃいけない勉強量として、例えばこれぐらい分厚い本を1週間でやらなきゃいけないんです。なったら多分そのチャレンジの方が多くて、いや、こんなん無理だしっていう風に思ってると思います。もしくはその勉強しなきゃいけない量がもうこんな薄くて、いや、こんなん退屈すぎてやってられんわっていう風に思ってるかもしれません。いずれにせよ、そのスキルとチャレンジのバランスが取れてないと人は全くやる気にならないので、そこはですね、考えた方がいいかなというふうに思います。僕の前の動画でそのフロー状態についてなんか喋ってる動画があるんで、それちょっと概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。あとはそのウルトラディアンディズムだったりとか、その具体的にステップを組み立てるみたいな、いろいろなメントレがあるんですけども、まあいろいろ喋ってしまうとですね、何をやっていいか分からなくなってしまうと思うので、今回はですね、ちょっと3つだけシェアをさせていただきました。まあいろいろと他にも喋りたいことはあるんですけども、まずはですね、今言った3つをやってみてください。はい、じゃあ今からの時間はお散歩動画にしたいと思いますんで、時間がある方だけご覧ください。時間がない方はこのままブラウザーを閉じて、他のことをやっていただければというふうに思います。はい、じゃあそれでは行きます。この雰囲気めちゃくちゃいいですよね。ちなみに僕ってこの大学に溶け込めてますか？ちょっとギリアウトかな。そう、ちなみに僕ですね、上智大学受けたかったんですけど、高校とトラブって、その大学受けもできなかったんですよ。僕は上智行きたかったなーっていう気持ちはあるんですけど、はい、まあでも上智行ってたら多分会社に就職して、そこで女性と25、6歳で結婚して安定な方向に行ってたと思うんで、起業とかしてこんなにエキサイティングな人生は送ってなかったかなというふうに思いますね。まあ今の人生でも良かったのかななんていうふうに思ってますけどもね。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。はい、もしですね、この動画がちょっとでも参考になりました、絵的に面白かったですというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。